会山口県でも本当に一番楽しみにしてた。こんなに大きい整備ってなかなか見ないんですけど、私これを今からいただけるんですか？はい、これです。今日帰らなきゃダメかな。歩き歩き。山口県最後のスポットにやってまいりました。もう今回山口県でも本当に一番楽しみにしてた。ずっと前から話してたもんね。そうだよ、もう山口県に行くなら絶対ここでご飯を食べたいという、うん、レストランにやってまいりました。ここですか？ここでーん、あった。え、すごくない？想像してたのはさ、いや、こうでこうなのかと思ったよ。分かる分かる。こうでこうだったね。こうでこうじゃないんだ ね。こうでこうなんだね。え、これさ、ほら土を掘ってって言ってたけど、ここの土を掘ったんだ。そうだね、そう、かき出して、でここをコンクリートで固めてんのかな。そういうことだよね。まず写真撮っといていい？うんうん。ね、すごいよ、ほらこの側面の土のっぽい感じ。なんていうの、住宅街っていうのがさ、地下にあることで分かんないんだよ。え、すごくない？チーズみたい。これはさ、写真に収めたいよね、だって、うん、フィルムカメラが役立ちそうだ。おお、この岩肌がいいですね。はい、チーズ。ありがとう。え、いいと思う、とってもいいのが撮れたよ。こんにちは。わあ、素敵だね。素敵なところに来れたなって思ってる。すごい。なんていうの、住宅街っていうのがさ、地下にあることで分かんないんだよ。上から見ると住宅街だけどさ、掘ってあるからどこにいるか全然分かんなくない？こちらが下関で採れた天然のトラフ。こちらとフランス産のキャビアを合わせて。キャビア。いただきます。あと5皿ぐらい食べれそう。今食べた記憶がなくなっちゃった、食べ終わった瞬間に。わかる、もう一回食べたい。美味しすぎて。こちら、地物のサザエでございます。大好き。サザエだって。そう、エスカルゴ風に仕上げていく。へぇ、おいしい。今日は特別大きい伊勢海老が、ね、特別大きいの来ました、はい、ギャオー。これを今からいただけるんですか？はい、これです。楽しみ。おいしくいただくので安心してね。今日帰らなきゃダメかな。ダメか。ダメだよね。ん？明日仕事でしょ？うん、今日午後。サファリランドでさ、うん、クレーンゲームやったじゃん、うん、全部取れなかったじゃない、うん、どうしても欲しいから、あの会社に電話してって言うと、東京の店舗だとどこに置いてますかっていうのをまず聞いたのね。東京にはなくて、関東圏にでも7つ、うん、設置してある場所が7カ所あるから、それをお伝えしますねって言って聞いて、うん、教えてもらいました。うーん、近々行こうと思いますっていう報告。こちらが赤い根菜と大トロをタルタルにしたものでございまして、モナカの上に乗せていまして、上に散らしているそのお花でございます。いい音するね。うん、うん、おいしい。今回さ、今までのさ、荒木歩きの中でもさ、一番計画を立ててなかったじゃん。
みんなに聞いたおすすめに行くっていうのがなんかすごい中心だったなって思ってて、今回の旅のポイントね、うん、来てみて発見するいいお店っていうのがなんかたくさんあって、私が47都道府県回りたいって思った原点みたいな気持ちをまたなんか取り戻せた気がした。今までのところももちろん素晴らしかったけどね、うん、かる。でもなんか改めて、あ、旅ってこういうのが楽しいなって思ったよ、うんうんうん、先ほどお見せした伊勢海老でございます。すごい立派、美味しそう。うわ、美味しい。何見てんの？放心？放心状態。そうだから私は、うん、戻ってきた。31歳になるまでに、うん、47都道府県を回る、達成する、それ絶対に。イエス。まあ、4月から六本木クラスっていうさ。すごい大好きな作品というか、すごい素晴らしいなって思ってる作品の、うん、しかも好きな役だったから、うん、完璧にイテウォンクラスってものが仕上がってるっていうのがもう分かってたからこそ、私で務まるかなっていうのとか、不安が本当にいろいろ考えて、受けるか受けないかっていうのをすごい迷って、初めてあんなに迷ったかもしれない。あ、オファーが来たのね、あれは。でも最終的にはこう誰かがやってるのを想像した時にきっと悔しいだろうなと思ったりとかして、うん、なんか自分が今まで以上のものを出すって自分と約束して受けた仕事。あ、すごい。自分の中でちゃんと決意して、うん、決意して、なんか本当にありがたいなって改めて感じた1年でした。はい、はい、これ何ですか？梅牛っていう地元の牛です、ね、梅牛、はい、え、ママレ、すっごいレア。食べて食べて、早く食べて。私も食べたい。早く食べて。原木椎茸。香りが、味もすごいよ。すごくない？おいしい。こちらクレームブリュレでクレームブリュレだっていう子。いい、すごい。飴の断面がさ、壁みたい。うまいこと言うね。うん、私たちが来たかった、来たかった、角島にやってきました。青い海、青い空、晴れた空、気持ちがいい天気です。大成功の日。